続いてはいっちゃんメリコです、はい、今週も皆さんからの新型コロナウイルスに関する質問にお答えします。いっちゃん KNB と KNB ラジオに寄せられた100通を超える質問の中から先週お答えできなかったものを今日はお伝えします、はい、答えてくださるのは富山大学附属病院の総合感染症センター山本義弘センター長です。ではまず最初の質問こちら、テオさんです。新型コロナウイルスに一度感染したら免疫はつくんでしょうか。この他にも家庭の便利屋さん、新型コロナウイルスに一度なったら再感染はしないんですかということです。気になる方多いようで、はい、県外の自治体のホームページなどを見ますと、まあ、分からないと表記されているところもあるんですね。ただ山本先生によりますとこちらです。現時点では一度感染したら免疫がつくと考えられているそうです、はい、ただこうした質問も届いています。なにこさんです。治ってもまた発症する人がいます。ウイルスは一生体に残るんですかということです、はい、答えはこちらでした。ウイルスは残りません、はい、治ったと思っていても体内に少量のウイルスが残っていて、それが再び増殖したと思われるそうです。いろんなケースがあると思うんですけれども、はい、検査をして陰性になってまたその後に陽性になったというニュースもありましたから、こういったところは不安になりますよね。そうですね、はい、そしてこちらみかんさんからの質問です。これからの季節半袖短パンになりますが、蚊に刺されることで人から人への感染が増えませんかということです。今の時期はまだ長袖でいいですけれども、はい、暑くなってくると子どもたちにどんな服装をさせようか迷う方多いかもしれません。親としても少し、ね、悩みますよね。あとこう蚊が媒介する感染症なども実際にありますよね、はい、山本先生による答えはこちらでした。データはないそうですが、通常はこの新型コロナウイルス、飛沫感染と接触感染です。血液での感染の可能性は低いと思いますという答えでした。山本先生なんですが、皆さんからのいろんな質問に答える中でとにかく大切にしてほしいということを、教えてくれました、こちらです。マスクの着用をとにかく徹底してほしいということなんですね。マスクを3分以上外して人と会話をすると、これは濃厚接触になってしまうということなんです。3分というのは思ったよりも短いですよね。短いんですよね、マスクは食事以外外さないというのを基本にしてください、はい、また外さなければいけないときは人と1メートル以上の間隔を空けてください。また食事はできるだけ少ない人数で行ってください。また食事中は話をしないということも大切です、はい、そして一番皆さんに伝えたいというのがこちら、ステイホーム、とにかく今は自宅にいましょうということでした。先週金曜のワンエフでこの言葉をね、はい、山本先生何度もおっしゃってましたけれども、はい、この言葉聞いて週末にお出かけやめようかなと思われた方もいらっしゃるかもしれないですね、うんうん、今はとにかく重大局面を迎えているということで、外出自粛をしてみんなで一緒に我慢をしましょうというふうに話されていました、うん、フェーズが変わったみたいな話もありましたよ ね、はい、そうですね。どこから感染源が出てどうするかではなくて、はい、誰もが感染していると思って行動しましょうという話を山本先生はされていました。さて来週のいっちゃんメリコなんですが、子どもに関する質問を皆さんからお待ちしています、はい、新型コロナウイルスのこの影響で学校が休校になりまして、子どもに対する悩み質問などもちらほらいただいています、はい、来週は心療内科医の明橋大理先生、 KNB ラジオでレギュラーコーナーも、ね、子育てコーナーのお持ちですけれども、はい、明橋先生に皆さんからの質問に答えていただきたいと思いますので、はい、おはがきやいっちゃんクイズのコメント欄などでお寄せください。いっちゃんメリコでした。